流敏体アンジュオプタリスリガジーフォリアは、流敏体科のシダ植物。南方系の大柄なシダとして知られ、観賞用に栽培されることがある。上緑性の大型になるシダ。根茎は海上になり、周囲に、卓洋状のヒダがあって、それを含めると古いものでは、計30センチメートルを超えてくる。このヒダは、傭兵の基部に出て厚い肉質で長く残る。 葉は数枚を束になって出し、高さ3メートルにもなる。葉は放射状に広がり、斜めに開く。傭兵は、葉心と、ほぼ同調で、多肉質で太さが数センチメートルもあり、緑色で、表面は滑らかだが、短い白い線状の模様がある。この模様は、表皮の下にある、細胞間隙に相当する。葉心はその外形が高大円型で、葉質は、 柔らかいが肉厚になっており、二回右上吹くようで、右辺を5から10つい出す。ただし小さい葉では単右上吹くようになっている場合も、ある。中軸の基部には、関節がある右辺は、長さ30から70センチメートル、幅10から20センチメートルで短い柄があり、全体では非新型をしている。小右辺は15から25ついあり、長さ5から15センチメートル。 1> 幅1から2センチメートル、非新型で、先端は突き出して尖り、円には浅い巨子が並び、基部には短い柄がある。その主軸から出る葉脈は分子しないか、あるいは一回分子している。それら細脈は互いに平行に走り、その隙間には、巨子の底の部分から主軸に向かって途中まで走る。二線脈が走る。 二世脈は、円から主軸までの中間付近にまで達する。胞子能群は、細脈の先端近くに2列に並んだ、胞子能の形を取り、葉の円から1ミリメートル余り離れた場所にあって、長さ1から1.5ミ、mm、リメートル。学名の種小苗は、前半がカニクサ属リゴディウムに基づき、カニクサ属の葉に似た、という意味である。和苗に関しては、諸説あって、 本当のところは不明である。古くは、牧野の初期の図鑑では、多分竜林帯の天下せし者ならんとして、大波動、なるジを、ヨ売るか、不明。つまり、竜林帯だが、帯の意味はわからない、とあり、竜林については株元に卓用的な輪片が、重なっているものを、竜の鱗に見立てたものではないかとしている。道書では、本種の異名として、竜林帯と、 うろこしだを挙げており、これらも同じ意味だろうとしている。牧の原著ではさらに畳表の一種である、流瓶の様子と洋脈の見た目が似ているから、との説も紹介している。また、卓洋城の部分を龍の瓶に見立てた、という話もある。エビハラは、流瓶対応表に出しつつ、龍うろこごけと、流瓶こけとの表記も示している。日本では、 伊豆半島伊勢の本州と四国、九州、それに伊豆諸島、琉球列島、小笠原諸島に見られ、国外では中国と台湾から知られる。ただしこれには種の区別の問題が絡んで問題はある。多湿な深い森林の中に生える。和歌山県では沿岸域にその生育地は限られており、しかしやはり湿度、焦度の保たれた森林内部とされる。 九州南部以南では山林中で普通に見られる。森林内の斜面の地面に生え、時に岩の上にも生える。本属の分類は少々混乱があり、本種が世界的にどのように分布しているかについては判断が難しい。本属のものは旧世界の熱帯から熱帯に広く分布し、100種以上が記載されているが、実際に何種あるのか。 その種の範囲がどこまでなのかが解明されていないからである。田川では標本が通常編だけで作成され、つまり葉のごく一部のみが標本として保存されているために全体の形態等が把握できないことを問題の一つに挙げ、さらにそんな標本に基づいて多数の新種記載が雑に行われてきたことを嘆く一文がある。そんな例としてドイツのハラニマスは ベルリンの博物館の標本に基づいて多数の新種を記載し、例えば日本近辺地域で以下の種を記載した。田川はこれらの記載が冗長で容量を得ず判断に使えないと見ているらしく、対して A リガジリフォリアは記載文がわずか1行ではあるが、標本は間違いなく日本産であることと記載がより早い時点であることから消極的ながら、 これを取ると書いてある。その上で、分布範囲など決めようがないと投げやりなものを意をしている。岩月編も、ほぼ同様で、蒸気の標本が一部しか残されていないことに加え、指標となる形質に乏しいこと、一般的なシダ類で分類に利用される形質が、この群では役に立たないこと、熱帯の森林に算するものであり、生態研究が難しいことなどを挙げている。 この状況は、現在もある程度は続いており、エビハラでもこの属の種のレベルでの分類研究について、未だ十分ではないとしている。それでも、田川の時代よりはずっとましらしい。エビハラは、日本産の本属を4種としており、本種以外に、以下の3種を認めているが、これらはいずれも、本種と分布が重複している。 他に、小笠原諸島に流タ体もどきプタゾナボニネンシスがあり、これは、小笠原から洋島に分布する固有種である。この種では、胞子脳が互いに融合して、単体胞子脳群を形成する。本種は、多くの特徴が、シダの中でも独特であり、何より、他のものに比べてはるかに大きな胞子脳が二列に並んだ。胞子脳群は普通のシダ類とは、 かけ離れた姿である。それが見えなくとも、その巨大な葉や、多肉質の傭兵、器部の宅洋状の日だ、う軸の器部の膨らみ等、独特な部分が、とても多い。従っての木に演手以外には見誤るようなものはない。のだが、池畑はあえて本種の剣一枚を切り取った写真を、掲載し、記事の押しだに似ているとしており、その上で、あくまで他人の空に、と書いている。 このような比較に意味があるとは思えないが、本種の小さい株では一回うじょう吹くようになるものがあり、チラミでは見誤ることもあるかもしれない。鑑賞用として園芸的に栽培される。その方面ではかなり名高いもので、高林編著は山野草としてよく取り上げられる。クジャクシダや神河のシダも取り上げていない、ほぼ園芸品種のみを掲載しているのだが、 しっかり本種の写真と記事がある。また、本種の栽培は、古くから行われたものらしく、牧野図鑑では、昭和15年版で、すでに、干渉植物、として、大々温室で、との記述がある。関東以北では、陶器に室内に持ち込む必要があるが、東海伊勢の団地では、野外で栽培が可能である。また、大型になることもあり、温室栽培に適するとも、 その見た目の見事さには、定評がある。新緑色で、艶のある角質の葉は重厚で、拳のような風格との声もあり、日本詩打の貝の創始者で歌人でもあった、舐め方とみ太郎は、豊か緑とこれを読んだという。繁殖に関しては、拓葉の部分を切り取り、水苔に植えておくと芽を出すので、これを利用することができる。栽培には、 空中湿度を高く保つことが大事で、また強い光を嫌う。なお、この関係で野生株の最終圧が強く、各地で個体数減少が起きている。和歌山県では野外個体数が激減しているとあり、その理由の第一に園芸用採取が挙げられている。他に食用として根茎などからデンプンを取り出すことも行われる例がある。 ブータンでは根茎をさらして、デンプンを取り出し、休校植物として利用することが報告されている。環境省のレッドデータブックでは指定されていない。県単位では、東京都、和歌山県、徳島県、高知県、大分県、熊本県、長崎県で、絶滅危惧愛類に指定されている。これらの地域は分布域のほぼ北限に当たる。危険性としては、森林の破壊による、 生育地の減少とともに、蒸気の通り栽培のための採取が問題になっている。また、静岡県では、要注目種として取り上げられているが、これは分布域に関して取り上げたものとなっている。他に、天然記念物に指定されている場所もある。長崎の五島列島の玉野浦町の七竹の本種の群生地が北限ということもあり、 県指定の天然記念物となっている。静岡県伊東市の八万宮、クルミや車窓は国指定の天然記念物となっており、これは植物群落が指定の対象ではあるが、流敏帯はここが北限とみなされて重視されてもいる。ついでに、本種の生育の実情は地域による差がとても大きい。上記の通り、和歌山県では、 本種は絶滅危惧藍類に指定されており、いくつかの生育地が、ほぼ壊滅状態であるとされている。ところが隣接する三重県では、指定がない。これは、本種が生育していないのではなく、現在も、豊富に見られるからである。例えば、和歌山県と熊野川を境に面している気泡町の、調子ではその植物症に関する項目の最初の、ページに、 本種の写真が掲載されており、本種に関して、希少種であるとしながらも、多いと記してある。三重県自然史の改編によると、分布域は広くないようであり、また乱獲によって減少した経緯はあるようだが、その将来に関してはごく楽観的な書きぶりで、何しろ植林地に多いので伐採後には、減少するだろうが、すぐに復活するだろうというのが当然、という言い方である。 そのために結果的に、レッドデータ指定をしなかったようだ。以下、主として、岩月編、P71 巻の原状、P1264 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 巻の現状、P1264 ミツタ、P117 巻の、P966 巻の原状、 P1264。西田、P2534。海老原、P303 海老原、P303 岩月編、P71 和歌山県、P305 田川、P33 三津田、P117 岩月編、P70 から71以下、田川。P33 海老原、P302 以下、海老原、P303 池畑、P31 牧野。 P966 高林編著。P594 西田 p。P2533 から2534。園芸植物大辞典。p 3 0三0 3 0三つ田。P117。和歌山県。P305 松本。P56 日本のレッドデータシステム2019年3月25日。参照和歌山県。P305 静岡県版レッドデータリスト2017。 長崎県の文化財2019年3月25日閲覧、伊藤市のページ2019年3月25日閲覧。なお、現在は、ここが北限ではなく、熱海市でも発見されていることも記されている。気宝町、P46 三重県自然史の改編、P30。ありがとうございます。